本日司会を担当させていただきます松戸市議会議員の岡本優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はのお三方にですね、講師としてお招きしております木原聡さん、東北大学名誉教授、右側からですね。そして真ん中、海道双葉さん、弁護士です。はい、そして、おなじみ海道雄一弁護士でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして今日はのツイキャスの生配信もしておりますので、もし今 X やられている方いらっしゃいましたらですね、検索していただきまして、そちらの方もリツイートのご協力をぜひよろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、経済安保法秘密保護法の国会提出に反対する引退集会を今日は行わせていただいております。セキュリティクリアランス、これは適正評価というんですけれども、この危険な狙いということで、今通常国会に出されようとしている恐ろしい法律案でございます。一昨年に経済安保法が、通過してしまったわけなんですけれども、その後にちょうど並行して大河原加工機事件、この前判決も出ました。そういったこともありまして、今回の国会に出しては絶対にいけないといったその危険性を私たちがですね、このお三方の講師をお招きいたしまして皆さんにお伝えをするというこの大集会でございます。本日はですね、まず国会議員の先生が来ておりますので一言ずつご挨拶させていただければと思います。日本共産党の井上聡参議院でございます。よろしくお願いします。皆さんご苦労様です。共産党の参議院議員で内閣委員会に所属しております井上聡です。今日はご承知のように午前中、つい今まで衆議院の予算委員会で政治と金の集中審議が行われておりました。午後からは参議院で行われるわけであります。この間本当に多くの皆さんの怒りの声広がってますけども、自分たちはこの裏金作りに地道を上げながら、その一方で集団的自衛権の行使容認であるとか、昨年の経済安保法であるとか、それから、基地周辺の監視法であるとか、こんなひどい法案を作ってきたと、そもそもそんな資格があるのかということがですね、厳しく問われております。そして皆さんのその声が今自民党を追い詰めております。大体先週金曜日に国会は召集されたんですね。普通だったらその日に4演説があるんですけども、できませんでした。まずは政治と金の問題でちゃんと説明なきには総理の説明聞けないっていうことで今日集中審議になって、そして明日やっと4演説が行われるという異例の日程になりました。それからそんな委員長の下ではまともな審議はできないということでですね、衆参の国対委員長は自民党変わりましたし、参議院で言いますと常任委員長は4人ですね。そして特別委員長が2人裏金に関与してきたということでですね、交代をすると、こういうのが今の国会なんですね。そんなことをやってる自民党にですね、こんな法案を出す仕組みがあるのかと、どの面下げてやるんだということをね、本当に言いたいわけであります。この間さまざまありました。このセキュリティクリアランスもそうですし、基地の周辺の監視法などですね、一体何がこの対象になるかもわからない、とにかく国民を監視の対象に置く、その一方でこういう形でですね、かつての機密保護法をですね、プライバシー学問の自由全体に広げていく、まさに監視国家、そして物言えぬ国家にして、今回の予算でもですね大軍拡されてますけども、一部軍拡企業などが膨れ上がっていく、こんな日本に絶対にしてはならないと思っております。本当にこう大きく追い詰めている国会でありますから、こんな法案は出すべきでない、出す資格がないという声ですね、皆さんとご一緒に広げながらストップのために頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。
きまして、社民党大椿優子参議院議員、皆さんお願いします。こんにちは、社民党の参議院議員の大椿優子です。今日はですね、前日、こちらにも来られてますけれども、福島美穂党首とともに、中国に、この間行かせていただきました。まあ、その時にですね、党首の口から からもこのセキュリティクリアランス法のことについてですね、たびたび発言がありましたものの、昨年国会議員になってまだ1年も経たず、これから初めて通常国会を通しで経験するという立場で、法案がどういうふうに、降りてきて、そしてその中身はどんなものかというのようなものことも十分にわからない状況でしたので、ただ今回の国会の中で、このセキュリティクリアランス法、重要法案の一つになるよということを党首の方からも話がありましたので、今日は皆さんから学ばせていただく、何が危険なのかという点を教えていただくつもりで、勉強に来させていただきました。よろしくお願いします。先ほどもお話にありましたように、本当に、今の国会、政治と金と言われていますけれども、自民党と金の問題だと思うんですね。ですので、今回この国会は政治と自民党と金の問題、このことで紛糾するだろうと言われていますけれども、先ほどもあった通り、長年にわたってこういった形で、裏金を作ってきた自民党政権がですね、このセキュリティクリアランス法にかかわらず、これまで数々の悪法を通してきたわけです。あなたたちが、これら全ての法案を通す正当性なんてありません。全部覆していかなければいけないのが今の現状じゃないかなというふうに思います。大変厳しいというか、厳しい国会になると思いますけれども、本当に皆さんと共にですね、政治を変えていく、その取り組みをするために私も国会の中で頑張りたいと思います。そのために今日は勉強させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、社会民主党党首福島美穂参議院議員、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもどうも、皆さんこんにちは。こんにちは。今日こういう集会を開いてくださいましてありがとうございます。日本弁護士連合会もまさにこのセキュリティクリアランス法、問題だという意見書を提出しています。で、先ほど井上議員からもありましたが、こんな法案出す資格があるのかというのを、本当に私もその通りだと思います。秘密保護法、法案大反対で、みんなで野党は当時ものすごい力を合わせました。何が秘密か、それが秘密ですと、秘密がわからないということです。でそれは今も広がっていて、防衛省の中でこの秘密保護法で漏洩があったんじゃないかっていう記事が出て、しかし不起訴になりました。でその間も、じゃあ何についてのテーマ、いや核についての問題なのか、いやミサイル防衛の話、なんかわからないんですね。でも何かこの秘密保護法の問題を OB に漏洩したじゃないかという報道だけあって、でも何というのはさっぱりわからないまま不起訴になって、私たちはわからない、つまりブラックボックスに完全になっています。その公務員が今回民間まで拡大をしてしまう、私はこれこの間の勉強会で、現代版国家総動員法だっていう、だからこれ現代版国家総動員法に反対っていうキャンペーンをやった方がいい。やっぱり、ね、法律には名前を付けるっていうのはとても重要なので、なんかみんなで共通の現代 の国家総動員法反対、あるいは秘密保護法大改悪法反対、その2つがいいんじゃないかと思っています。で国家総動員法には罰則の規定がありました。まさに民間人にも罰則の規定で脅すということです。民間まで広がる。でも戦争の準備、戦争のための教育、戦争のための大学、戦争のための研究、戦争のための産業、戦争のための企業、戦争のための輸出っていう、戦争のためのっていうので、もう軍産複合体制、あるいは軍産学共同体制がどんどん進んでいる。で
なんか民間企業が何かを漏えいしたと言われてるが、何を漏えいしたかわからないっていう、このことがこう、でも厳罰化っていう、でそれは、企業にとっても、私たち市民にとっても、まあ、とんでもないというふうに思います。大河原加工機事件は、残念ながら賠償請求、ってか残念というか、一審完璧に勝ちながら損害賠償請求、東京都と国は控訴しました、なんで控訴なのと本当に思います、非常にオーバーランして、まさに冤罪を作り、がんになっても保釈をしなかった、これ裁判所の問題ですが、日本の社会が企業が本当におかしくなると思います。でこれ武器の共同開発をしながら何か分かんない、何やってるか分からない、企業が何やってるかわからない、ブラックボックス、私たちは原発やいろんな時に時々そういうことにぶち当たるんですが、説明を求めても答えないっていうことが企業にもこう蔓延して、そして企業もその国家総動員法ですごくタガがはめられて罰則付きっていうことが起きると、だからそれぞれの国で、まあ、スパイ、あいつはスパイだとかスパイじゃないか何とかしたっていうので疑心暗鬼でまさに捜索が行われ、しかもそれが報道されないっていうところがミソじゃないかと思います。現代版国家総動員法で処罰するっていうことを本当にさせない、で秘密はダメですよ、何が秘密か、それは秘密です、永久に秘密です、わからないっていう、この状況を作ってはいけないと思っています。この法案が国会に本当に提出されないように検察庁法改正案に抗議します、でみんなの力で潰したように本当に成立させないために頑張っていきたいと思います。戦争のための国づくり引き返しましょうよ、変えましょうよというふうに言いたいと思っています。これ報道の自由もダメですよね、ちょっと長くなってすいませんが、だってこれ電力もインフラも報道も全部入るからと思います。じゃあ今日はありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。先生から30分ほどご講義いただきますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。正月らしくない正月が過ぎていくわけですけれども、私は憲法経済安保法とセキュリティクリアランスの危険な賭けというような仕掛けというふうなことをちょっと見てみますけれども、長く大学の教員やってるとですね、学生にどんな資料が作成があって、話さなくてもいいこともなくなっていっぱい詰まってて申し訳ないので適当につまんで読んでいただければ結構いろんなこと書いておくと学生がそこを根拠にいろんなことを調べてくるので、それが楽しみでいろんなものを出す、その癖が今日も出てしまいました、申し訳ありません。このセキュリティクリアランス法が正当性化がどういう形の法律になるのかというのがつい最近まで分かっておりませんでした。それが、現在国会にこういう法案として、提出される予定だということが分かってきました。つまり単独法で出してくるというようなことになるのかなと思います。私どもは最初、経済安保法は多くの野党も含めて賛成しているので、ここの中に食い込んでいく、作り込んでいくと通しやすいんじゃないかというようなことがあって、もしかしてこの経済安保法の改定というふうな形で出てくるのかなというふうな思いもしてたわけですが、一方ではこの立法がですね、アメリカのその OK を取るというような大前提が実は陰に隠れているので、きっと向こうがアメリカが納得するような法律の形で出してくるんじゃないかというふうに私も実は観測はしてたんですが、どうもこういう形で出てくるということが分かったわけです。機密情報、機密情報っていうふうによく言うわけですけれども、セキュリティクリアランスについては
経済基盤の強靭化、技術流出というふうな形で、それを防ぐためにこの SC が作られるんだと、セキュリティクリアランス法が法制化されるんだというようなことは結構メディアにも流れていたわけですけれども、実はその背後に隠れている問題、私はですね、長らく大学の教員やってたということもあって、大学や研究機関への現場にどういう影響が出てくるのかということを非常に危惧しておりました。ですから、その点もここではちょっと触れさせていただこうかと思います。30分ですので、ちょっと早足になりますけれども、まずはセキュリティクリアランス、これは後ほど海斗双葉さんが詳しくお話しいただけると思いますが、大まかに言えば機密情報を扱う者の適格性ということで、適格か否か、これを調査し評価すると。で、それに通った人は機密情報を扱っていいよという資格を付与する。もしこの秘密を漏らした場合には厳罰で処すると、これが基本的な枠組みであります。これを議論してきたセキュリティクリアランスの有識者会議、非常に早い段階で第2回会議で、そのことを述べているんですね。 SC とは国家における情報保全措置の一環として、一つ、政府が保有する安全保障上重要な情報を指定することを前提にという、重要な秘密情報というのは何かというのは定義されていません。で、ここに保有するって書いてあるんですが、実はですね、私は指定するっていうふうにやらないといけないんではないかと、後で時間があったらお話しします。それからアクセス権を付与するわけですけれども、その代わり、厳罰を処するということになるわけですが、この厳罰を科すということは言うまでもなく、監視システムが作動するということを私たちは頭に入れておかないといけないだろうというふうに思うんですね。機密情報を扱うものの適格性ということをもう少し砕けた形で、これはですね、特定機密保護法案法の、マニュアルの中に出てくるんですが、SC の法制化は特定秘密保護法と同等に扱うというふうに言ってますので、この、適格性のポイントも、それから引っ張り出すと、こういう細かいことまで言いませんが、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らすよう働きかけを受けた場合に、これに応じる恐れが高い状態にないか、情報を適正に管理することができるかというふうなことから始まって、ここまで最後は職務に対し誠実に取り組むことができるかというふうなことまで、大枠が定められているんですが、そんなもんじゃ足りないんですね。しっかりとこんなに詳しくですね、評価の、内容が記載されています。本人がそういう機密情報を取り扱うということで、調査を OK したとしても、その本人の家族、兄弟ですかね、それから近所、上司、職場の上司からつながるところの人たちの調査までやるわけですが、そういう人たちにはいいですかっていうあれは来ないんですよね。本人だけなんです。で、これはもう議論で散々問題になってるんですが、事業者が、ある事業者が、従業員がこの資格を取るときに、上司は取らなくていいのって、 COE まで取る必要あるんじゃないかって、これ議論になってるんですね。大学に持ってきますとね、学長が取るんですか、副学長が取るんですか、担当理事が取るんですか、
というような問題が現実には起きてきてるんですね。ある程度のところまでどうも見えてるんですが、きっとこの法案の中に書かれることはないと思うんですね。これは各また一段下のですね、府省庁の法案みたいな形で出してくるんだろうと思うわけです。ちょっと脱線しますけれども、割と大学がどんな状況になっているかというのは知らない人多いかなと思いますので、実は産学連携というのはもう1970年代から行われているんですが、私は若い時代産学連携反対したりしたことがあるんですけれども、いろいろ議論があって、実は、マルクスの資本論の中を書いたマルクスがこの問題について非常に明確な定義をしていて、それ読んで以降、産学連携はある面ではプラスになるなという理解に達してますが、まあ、それはともかく現在産学連携で大学が企業との関係を随分深く結んでいますよね。私はそれを横目で見て、在職中は、見てきたわけですけれども、当然ながら研究によって産学連携では秘密保持契約というのを必ず結びますね。それから成果優待物という、ね、難しい言葉ですが、その移転契約も結ぶわけです。秘密情報を含む書類、電子記録、媒体、サンプルや教師体まで、それからそういうものを結びながら宣誓書や誓約書があるね、でこれは多分、ね、違反した時は賠償責任取られて何億っていうことを請求されるわけですよね。ただこれが SC になると罰則になるわけですよね。ものすごい違いになるわけですが、まあ、現実にはですね、大学の中で秘密情報の例もここに挙げておきました。時間がありませんので飛ばしますけれども、研究者はたくさんの秘密を先端分野であればあるほど持つんですね。私も経験がありますけど、ドクター論文の審査の時に白紙のページがあったりですね、それからその時に関係者、部外者を外に出すというようなことがあったりで、これは自律的、自主的に企業と連携して研究する場でさえ当然ながら必要な情報というのは管理されるわけです。でもこれは自主的、自律的な管理ですから、自分たちはこうだっていうふうにね。でその際に学生はどうするんだ、あるいは留学生どうするんだ、あるいは外国からの研究者どうするんだ、どこまでこれに入れるのか、でこれはこういうことになりますけどいいですかっていう許可を得た上でこういう研究グループに入ってもらうわけですけども、学生が飲んでいった場合に不利益を与えてはいけないという、その取り決めを最低の大学はガイドラインに持ってるんですね。それがこれですが、まるまる大学で書いてありません。これ隠す必要のないことで、どこの大学でもこういうガイドラインを作ってるんですが、これは広島大学の例であります。インターンシップで、工場見学なんか行ってもこのガイドラインに沿ってやりましょう、結構厳しい状況が出てきております。秘密情報の携帯もそうですが、後でご関心ある方は眺めておいていただければと思いますが、これは私がですね、ちょっとまとめて研究者などに秘密保持内容というのを書いたわけですが、場合によってはですね、研究大学名まで秘匿にしましょうというケースがあるんですよね。まあそりゃそうですよね。題名でどんな研究企業がやってるというのを一発で分かっちゃう。もう競ってる企業があったり、競ってる研究者はどこで何をやってるか聞いただけでもかなりの情報になるわけですから、そういう意味で自主的、自覚的に取り組んでいる研究者ですらこれだけのことを自律的に、しかも大学のガイドラインを作ってやってるわけですが、
今これから議論される SC はそんなことを考えなしですね。もっとひどいのはですね、この研究インテグリティってあんまり皆さん聞いたことがないかもしれませんけれども、これはですね、研究の公正あるいは研究の公平さですかね、そういうふうなことで、できればまあ、いろいろ捏造したりなんかいろんな問題があったもんですから、こういうシステムで大学を縛ろう、研究機関を縛ろうということでもうこれ動いてるわけですが、これにも深く関わってくるんですね。そういう意味では研究者や大学研究機関の情報を管理統制の危険というのがこれだけでも多くあるわけですが、これ SC かけてくるともっと大変なんだろうと、まあ、いうわけであります。このセキュリティクリアランスを考える場合に2つの問題、一つは経済安保推進法との関係、ここのところを忘れてはいけない。単にセキュリティクリアランスで、適正評価だけっていうふうにやってはいけないということで、私は2つの点、強調しておきたいわけですが、一つは経済安保保障推進法の中で仕掛けられた危険な内容ですね。先ほどお二人さん、お三人の議員の方のもご指摘されてますが、経済の国家統制といいますか、先進技術やデュアルユース技術と称する防衛産業、防衛装備開発、それからアカデミアの軍事動員、これが経済安保の危険な仕掛けというふうに考えていて、私は国会で参考人に呼ばれた時にもこの問題を指摘した一人であります。経済安保法は2つの骨組みから、枠組みから、4つの枠組みなんですが、大きく分けると2つの枠組みになっています。詳細は中に入っておりますので、重要物資って言って半導体だけじゃなくてレアアースだとかね、いろんな薬品類とかそういう品目がずらっと並んでいて、これを取り扱う業者に対していろんな注文をつけていくわけですね。でそれを違反するとこれ罰則で、罰則がかけられる。二つ目は、インフラ、基幹インフラ、これは電信電通信あるいは電力水道ガスというような基幹インフラ、これにサイバー攻撃されたら大変だと。でそれにその企業でその問題を扱う人たちには政府から貴重なデータが行きますので、そういう人に SC をかけると。そもそも企業もそうだ、議論の中では主要な企業だけにやるというようなことを書いてありますけれども、現実には下請けの企業がほとんど重要な部門を担っているところが多いわけですから、そういう人たちまで巻き込む形になると。これが上の方の、下の方はその先端技術の流出したら大変だというようなことを盛んに言いながらですね、現実にさまざまな規制をかけて、これも簡単に申しますと、上が経済規制で統制で、下が、軍事動員というふうにごく簡単に分けてしまってますけれども、技術基盤、これも一般的に言ってる技術基盤ではないんですね。もう有識者会議の最中もそうですし、国会の議論の最中でもそうですが、もう必ずと言っていいほど防衛装備というふうな言葉が何回も出てくるんですね。でもそれは隠しきれなくて出てきてるんですね。でそういう意味で、私はセキュリティクリアランスの問題というのは経済安保政策方針の方と深く結びついている課題だというふうに思っております。まあ、これはそれに関わるさまざまな問題が出てくるわけですが、今度は作られるこの保護活用に関する法律案もこの中に書き込まれるだろうというふうに思いますし、さまざまな
ここにはですね、罰則をついた法案がありますけど、これみんなね、多分罰則がグレードアップしますね。なぜかというと、アメリカと歩調を取るということが前提になってますので、これじゃ済まされない。この一番下にある防衛装備だっていうのでね、こんなもんじゃ済まない。これからは済まされないというふうなことになると思います。セキュリティクリアランスの法制化の狙いっていうふうなことで、一番端的に言ってるのは自由民主党の提言なんですね。それから有識者会議が述べたことというふうなことでありますけれども、その提言が経済安全保障上の重要政策に関する提言、これすごいですね。私もいろいろ追っかけてみてるんですが、ここに掲げてある委員会がですね、もう相当念入りな議論をしながら積み上げてきて、これに対抗していくというのは相当の私たちも努力が必要だなというふうに思った次第ですが、ここではもう時間がありませんから、提案はですね、セキュリティクリアランス制度の導入を1年以内にやれというふうなこととですね、2番目はサイバーセキュリティの確保、それから経済インテリジェンスの強化というふうなことを述べているんですね。でそれを忠実に政府は行っている。でしかも、高市さんがですね、張り切って頑張ってますが、その前段にちゃんとお膳立てがこうやってできてて、それをやっていくっていう話にしかならないだろうと思います、ね。そういう意味では、特に、セキュリティプリランスでは、日本では丸秘って言ってね、秘しかなかったわけですけれども、これを機密、極秘、非取り扱い注意というようなレベルの区分をしようというふうなことと、これまで、行政官庁がバラバラにやってたことを政府が一体となって統一的に扱っていこうというふうなことになっている。でこれはですね、この提言の中に出てくる図なんですけれども、これね、こちら側は、早い話がですね、米国のマニュアルに沿ってやれ、もう明確にそういうことを言ってるんですね。でこれは私たちポステムってニスポムって言ってるんですけれども、国家産業安全保障プログラム運用マニュアルっていうのがアメリカで作られているんですが、これに基づいてやれというふうなことを非常にはっきり言ってます。でこれね、別に自民党がここのところで持ち出したわけじゃなくて、古くはですね、経産省が技術情報等の適正な管理のあり方に関する研究会報告書、2008年にも議論している話なんですよね。それをここで持ち出してきて、マニュアル通りにやると。で私は最初に言った、要するに独立した法律として提起してくる意味っていうのは、そういうところにあるかなと。まだはっきり分かっているわけじゃないですが、推測を述べただけであります、ね。サイバーセキュリティというのは、サイバー攻撃やられて、あちこちのパソコンが、ね、ダウンするみたいなことがあったら大変だというふうなこと自体は大事な対応ですけれども、問題はですね、常時あらゆる情報を対象にして、しかも、能動的サイバー防御、能動的サイバー防御ってすごい言葉を発明しますよね。こっちから暴れかけてサイバー攻撃しちゃうっていう話ですよ、これね。でこういう話や、インシデント、インテルの、情報共有というふうなことで、これも結構ですね、政府が持ってるサイバ情報とものすごい、機密なものがいっぱいあるわけですよ。それを場合によったら、さっき言ったような機関企業に、機関産業に渡さなきゃいけない。でそういう時にやっぱり SC が必要だということになるわけです、ね。これは経済インテリジェンスですが、言えば経済情報や、その収集して分析して評価するっていう、そういうところで、これじっと見てみますとね、内閣情報調査室というのは内閣情報調査局に格上げになるとかね、いろんなことが出てくるんです。
現実にどのように進行するかは、今後国会の中で注視していく必要があったかと思います。これはですね、日本総研が、もう早々だとですね、もし SC やったら、企業にどういう影響を与えるのかなというグラフなんですね。赤いのは私が塗ったんですけど、まあ言えばですね、もう本当に SC 引いただけで、例えば一番上の情報通信なんていうのはもうほとんどの分野で、影響が大きくなるというふうなことになるわけです。有識者会議の、メンバーこの人たちですけれども、こういう人はもうもともとこれを作るっていうことを論文や本中で、長らく主張してきたわけで、やっと自分たちの見解が日の目を見たということになるわけですが、この1月17日に最終取りまとめができました。まあこういう眺めて10回にわたって、やってきたわけですね。で今回重要経済安全情報の保護及び活用に関する法律案ということで、国際情報の情勢の複雑化、社会経済構造の変化等にというふうな、これも決まり文句でどこにでも出てくる文句ですよね。でこれはまさにウクライナ情勢とかね、火山情勢とか、これをうまく使って、だからこういう法律が必要なんだっていう、そういう流れになっているわけですが、今回その要旨の中で出されたのは重要経済基盤っていう、まあ仮称ですけどね、それから重要経済安保法というふうなこと、安保情報というふうなことで、まあ機密情報の指定というのがこういう言葉で使われるのかな、わかりませんが、中間論点というのは6月に出されたんですが、1月に出された最終取りまとめ案でどのくらい違っているかというのは、並べてみますと、右側の四角で囲んだところが非常に具体的に書き込まれた、あと枠組みは変わってませんというのでいいかなと思いますが、乱暴ですが、まあ、そんな風に、言います。まあ、セキュリティクリアンスの必要性というのは、まあ、先ほど言ったように、経済安全保障に関する情報というのは必ずしもですね、特定秘密保護法では議論されていないので、これはこうもう分野が違うから、特定秘密保護法というのはテロやスパイや、4つあるんですが、すぐ出てテロやスパイ、防衛外交ですね、4点あるんですが、これじゃダメだということで、ものすごい大きな網を張ったということになるわけですが、これを米国主要国との間でも認められる必要があるというふうなことが国の大きなポイントになっているんですね。まあ、いろいろな必要性の主張がなされているわけですが、この一番下に企業のニーズの列挙っていうのがありますが、これはね、実は1ページにわたって延々と書いてあるんですね。でそれ読むとですね、あ、これベンチャー企業じゃないか、そのベンチャー企業もですね、宇宙衛星を飛ばしてるベンチャー企業ですよね。それからリモートセンシングやってる宇宙からね、資源を探査する、もうこれだけでももう秘密がかかってて罰則規定もあるわけですけども、そういうような企業がここで、これ入ってないと外国のプログラムに入れないんだと、まあ、そういうことがルール書いてあるんですね。で言えば、もう一つ言えばですね、ここで中心だった鈴木和人さんという方がある研究所で企業に100件の企業にアンケートを取ってるんですね。それでセキュリティクリアランスというのは大事だと思うけどすぐに導入する必要がありますかっていうアンケートを出してるんですが、実はね、本当に必要だっていうことを言ったのは一社しかないんですよね。それでいずれ将来必要になるら、まあ、これは妥当なんですけどね、5割ぐらいとかね、
ちょっと数字細かいのを忘れてしまいましたけれども、一方では実際にはそのベンチャー企業で、軍事技術、先端技術で競っている AI とかね、そういうふうなことで、おそらくこの分野の人たちが持っている技術をその軍事としてね使っていくことになったろうと思うんですね。あと3分しかありませんのでちょっと先に進みますが、懸念事項というのはこれ、第7回の時に連々と書かれている中小企業や企業が持っている機密情報をどうするのかという指定って先ほど言ったんですけれども、政府がこれ機密だというふうなことを指定したときに、それを受ければもうそれが指定機密情報になっちゃうんですね。でここのところは非常に企業はですね、丹念な懸念事項を並べていますが、必ずしもこれぴったりした回答が出ていませんし、もう一つは労働協約の中で、労災問題面接してあなたがこういう部門に就きますがついては SC 受けますかというふうなことを面接の時聞いていいのかどうかという問題が大きな問題とあるんですが、で同時に採用して仮採用になってアウトになるというふうな問題も当然出てくるわけです。まあ、こういう問題がまだ解決してないんですね。ちょっともうずっとあと同じような話が続きますので最後のところだけできますけれども、一番最後の外国のケースで言えばですね、そういうことに対して SC がかけられるとですね、不利益がかからないような形のさまざまな観察実際制度が入っておりますし、米国科学アカデミーなんかではですね、そういうことに対する待ったかけるような機能があるわけですが、まあ、日本の学術界にはそういう機能を果たしちゃいかんということで限りようとしているわけですけれども、アメリカの場合にはそういうシステムができるわけです。もちろん特定機密法の時にはですね、これやっぱり観察制度必要だということで衆参両院に一個ずつ委員会を作ったわけですけれども、これが果たして、機能しているか、あるいはその強制力を持ってないわけですから機能のしようがないわけですが、ここの SC の法制化の中ではほとんどそのことを観察する、あるいは不利益を被らないための対応をどうするかっていうふうなことを議論されてないんですね。せいぜいのところ行政、処分不服のその範囲で議論が行われていくっていうふうな形になっております。ので、これからすごく重要な問題として掘り下げていって国会でですね追及していただきたいなと思います。終わりのところに問題がこうずらずらと並べておきますので、当たってるところこれだけやってください。一番大事なこと終わりになって頭からいきますと、基本的人権、知る権利の侵害ということで冤罪事件の温床、思想弾圧の同時に非常に使いやすい形になっているというのが、これ法が出てきたらどんなふうにこれ言おうかなと思ってるんですけれども、政府に都合の悪い情報の隠蔽、これはもう本当に行われますよね。民主政治の破壊だし、監視社会の危険というふうなことで、まあ、監視する作動機関というのは今や内調も含めてですね、防衛省もそうですけども5つぐらいの行政機関が手ぶしで引いて今対応を待ってるところで、システムも相当変わりました。3つ目は科学技術が国家に従属するっていうふうに、科学者技術者の軍事動員っていうことが戦前のように展開していくだろう。大学研究機関の統制強化っていうのは
まあ、創造的研究が衰退しているっていうふうなことは、先の大戦を見れば非常にはっきりしていることであります。したがって学術研究体制が崩壊していく、まあ、そういう教育の中にもこういう監視システムが入り込んでくるわけですから、科学研究が劣化していくというふうなことは言えるだろうと思います。軍事産業、死の処分ということで、なぜこんなことをやるかというと、基盤的な軍事産業基盤を作る、それにはアメリカとシームレスで一体になっているというふうなことで言えば、情報まで含めて一体になってないといけないのでということで、要するに狙いはですね、大軍拡政策の中で軍事産業をこれまで、従来の軍需産業のばかりじゃなくて、ベンチャー企業も含めたもっと広い範囲の中小企業まで取り込むような、軍事産業基盤作りっていうのが目指されているっていうことであります。まあ、最後に反省期間の結果もというようなことで、ございます。ちょっと時間オーバーしましたけれど、雑把な話になりましたが、ひとまずこれで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。について秘密保護法対策弁護団事務局長の弁護士海藤北場さんからです。これ最後質疑応答ってあるんですよね。時間があれば、はい、それではよろしくお願いします。それではただいまご紹介に預かりました秘密保護対策弁護団の事務局長をしております弁護士の海藤北場と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと座ってお話しさせていただきます。まあ、ちょっともうすでに何度も出て重複する話も多少あるかと思いますが、15分という短めの時間ですので、簡潔にお話していきたいと思います。まあ、岸田政権がですね、この通常国会に、まあ、法案を提出しようとしているということで、これについてですね、変遷があって、一番最初、は秘密保護法の改正として出てくるんじゃないかというのが産経新聞で言われていました。それが、その後経済安保法の改正法案として出てくるんじゃないか。で、最後つい先日の読売新聞によると、先ほど矢田先生もおっしゃられてましたけれども、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律括弧仮称というふうに報じていて、まあ、新しい法律新法として出てくるんではないか。またちょっとこの部分まだなんか結局経済安保法の改正法案なのか新法なのかがちょっと結局報道ベースでもちょっと揺らぎがあり、かつ高市大臣の最近のその、記者会見でもですね、なんか新法の可能性も排除しないで検討するみたいなことも言っていてですね、なんかそこが未だに決まってないのかという感じで、こちらも どういうことなんだろうと思って見ております。ただいずれにしてもこの法案の本質は経済安保版秘密保護法案であるというところで、まあこの法案 の本質部分はちょっとそこだということをお話していきたいと思います。でそのことを考えるにあたってですね、やはりこの大元の大問題の特定秘密保護法の問題点を改めてお話していきたいと思います。まあ、2013年に強行採決で、まあ、約10年前になりますけれども出たこの秘密保護法の大きな3本柱はこの3点、まあ、国の安全保障に関する情報について特定秘密に指定をする、そして、その特定秘密を取り扱う人を制限するために適正評価制度を導入する、そして、この特定秘密を漏洩したり、取得したりした人を、厳しく処罰する、この3点によって成り立っているんですね。で、じゃあこの特定秘密ってじゃあまず何なんですかというところなんですけれども、まあ、4分野あって、
防衛、外交、特定有害活動、これはスパイ活動ともちょっと略されたりしますけれども、まあ、結構長々していてですね、ただこれ、一番最後の方ですね、我が国及び国民の安全を著しく害し、または害する恐れがあるものという最後締めくくりなんですよ。だから結構広く考えることも可能というもので、一概に至るのはスパイ活動のみかと言われると、怪しいと。あとさらにテロリズムの関係ですね、の防止に関するところ。で、これについて、特定秘密に指定していきますよという内容になっています。ただ、例えば防衛というところの分野を見るとこの指定し得る事項を見るとほとんど自衛隊法の、ものと同様になっていて結局何のでこの列挙は ほとんど全てを網羅しているつまり自衛隊に関することはほぼ全て特定秘密で指定しようとすれば指定できるような、限定がほぼないと言えるようなものになってしまっています。でつまり、政府は秘密を恣意的に拡大することが可能で、どんどんこれも秘密にしていっちゃおうということでですね広く不明、やっていくことが可能になる。でそうすると結局本来であれば政府の情報って国民のものなんですよね。だって国民がいろいろ判断するために必要な資料を持っているはずでそれを、隠す。そうすると、国民の知る権利が侵害されてしまうという、ここの大きな問題がある。でしかも、ジャーナリストとか市民とかがですね、何か重要な施策に関してこれってどういうことになってるんだろうと思って情報を取得しに行くっていう時にもですね、これ結局特定秘密なのみたいな。そこにもし触れちゃったらじゃあ処罰されるのみたいな話で市民活動自体の萎縮にもつながる。なので、この、私、10年前の2013年の時からずっと反対運動をこの弁護士として取り組んできている理由にもつながるんですけれどもこれやっぱり民主主義自体をなんか歪める壊していくようなそういう問題をはらんでいるものが特定秘密なんだと思うんですね。だってあらゆる、基本的事件でいろんなとこあって本当どれも大事なんですけど情報が得られなかったら何か政府が進めようとしていることについてこれがいいのか悪いのか合ってるのかっていうことが判断しようがないじゃないですか。そういう意味でこの秘密国家の情報を秘密にするっていうことがいかにそういう意味で民主主義を歪めるか、そこがやっぱりこの特定秘密保護法に、ずっと反対してきてもその理由というところになります。で次、適正評価制度なんですけれども、先ほど矢野先生からもかなりあったので、ちょっとここはサクサクっと進めますが特にですね評価対象者本人だけじゃなくて家族これは配偶者お父さんお母さん子供兄弟姉妹とかですね、義理 の家族も含むしさらに家族じゃない同居人も含むしということで、その犯罪とか懲戒の経歴だけじゃなくてですね、薬物の乱用ってあるんですけど違法薬物の話してるんじゃなくて普通に服薬してる薬の話をしています。薬でどういう薬飲んでるんですかとかあと精神疾患どういう精神疾患あるんですか飲酒について節度あるんですか信用情報なんか借りてるお金はないんですかとかねこれ結構センシティブな情報が多々含まれててそれについて本人だけじゃなくいろいろ調査をするで、今言ったような機微にわたる個人情報も調べ上げますし先ほどの調査事項のうち1個目のが特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項って、ね、そのさっき言った通りこの2つってちょっと曖昧じゃないですか最後の方を見ていくとだから最初の方は具体的に書いてあるけど結構ありますよね。そうしてくるとそれこそ昔学生運動に加わってましたとかですねなんか労働組合で活動してますとかですね、とにかくそういうのも含めて個人の政治活動組合活動思想信条とかも関係あるんじゃないかと言われて我が国および国民の安全を著しく害しまたは害する恐れがあるとかいうふうに引っ掛けてですね調査してくるってこともあり得るという意味で、非常に思想信条にも踏み込んだ調査がなされる恐れがあると。でしかもこれ本人から聞くだけではなくて別にその関係者に質問をすることもできる資料の提出を求めることもできる講師の団体に紹介して報告を求めることもできると。
ということでですね、まあ、いろんなところからそういう情報を取りますよと。で、国籍については帰化していた場合でもどこの国籍も調べますよとかですね、ね、まあ、そういったこともあっていると。で、最後3点目のところの、刑事罰、これも問題 大問題で、漏洩をした場合は10年以下の懲役と1000万円以下の罰金というか、ものすごい重い、罰則を課しているんですね。で、これ漏洩が未遂で終わっても同じです。で、漏れなくっても漏らそうとしたことがダメで、過失によって漏れた場合もダメ、まあ、これちょっとあの2年以下の禁錮とかでちょっと下がってますけど、これも処罰の対象にしますということで、かなり重くなっています。で、こうするとですね、公務員からしてみると、なんかこう、これ自体はそうじゃないけど、これ出してもいいのかなみたいな、その公務員としてもですね、なんか過度にどんどん情報を隠していくっていう方向に、まあ、自粛みたいな感じにですね、なる可能性もあるというものになります。そして、次、取得側ですね。ジャーナリストとか市民の方とかが情報をもらいに行く行為、取得する行為については、ここに挙げたようなですね、欺いたり暴行を加えたり脅迫したり、財物窃取、損壊、施設侵入、有線電気通信傍受、不正アクセスで、最後が問題で、その他特定秘密の保有するものの管理を害する行為、この最後ですね、結局なんか今までの例示は例示だったけどっていう感じで、まあ、かなりいろんなものを、その方法としてはあんまり、もうなんていうのかな、限定があんまりない感じ、まあ、何らかの形でその取得したら、まあ、それが管理会社って後から言われかねないですよね。そういった場合も10年間の懲役、1000万円でも罰金、取得が未遂で終わっても同じというか、ものすごくこれまた重い、ということで、まあ、今言った通り、管理を害する行為の内容は例示によってもなお不明確で、まあ、かなり怪しい規定になっているということです。で、さらにですね、ここがまた大問題で、共謀、独立教唆、扇動という段階でも処罰の対象にしますということで、共謀罪って、ね、皆様知っているかと思うんですけども、つまり、お話し合いをしたとか、目配せをしたとか、なんかとにかくそれで、これ取ってきましょうっていう、この情報大事だと、これについて取りに行こうっていう話をしたけど、誰も結局何もしませんでしたっていうね、共謀だけしたというタイミングで、あとかこの独立教唆っていうのは、そそのかしたけど、そそのかされた人は何もしなかったってことなんですよ。この情報を誰、あなた誰それ何々賞金の誰になんか、なんか知り合いがいたって言ってたけど、なんか聞いてきてくれないって言いました、そそのかしましたって、結局その言われた人は何も動かなかったけど、そそのかされましたってなったら、これもう独立教唆なんですよ。で、扇動はさらにそくても、こういうね、集会でこの問題は 大事な問題です、皆さんぜひちょっと情報をね、お寄せくださいとか言ったら、もうこれも扇動みたいな話で、これも全部処罰の対象です。5年以下の懲役ってことで、もう実行行為もなくても処罰しますというですね、もうとんでもないですよ。これ日本の刑事罰のかな、刑事法の考え方から言っても大問題だから、まあ、当時弁護士会、日弁連も大会もうこぞってこの問題大反対、ということでやってたわけなんですけれども、まあ、その著しく処罰が前倒しだし、しかもすごく厳罰だということ、ですね。で、まあ、この問題、まあ、津和原則に、まあ、ご承知の方もいるかもしれないが、廃しているというだけでなく、国連の人権規約委員会からも、勧告が出ていて、まあ、2014年と2022年で日本が審査の対象だったんですけれども、このやっぱ特定秘密保護法、これではダメだということで、まあ、もっとちゃんと対象となるカテゴリーを明確化しなきゃいけないし、まあ、国家の安全という抽象的な概念で表現の自由を制約するのではなく、ちゃんと人権規約に沿った形にしなさいとか、公共の利益に関する情報を流出することにより個人が処罰されないことを保証しなさいとか、まあ、そういうことを2014年にすでに言われてたのに、2022年で何も解決してないと、こういう状態なんですね。この特定秘密は、まあ、その後どんどん秘密の指定が広がってですね、もう膨大な数に及んでしまっているわけなんですけれども、まあ、そういう状態が、まあ、
のままになってしまっているということです。で、まあ、ちょっとこれ自体にはちょっと書かなかったんですけど、まあ、実際開示の一等会社が書類送検という事態にもなりましたけれども、その時結局最終的に不起訴になりました。で、ただ結局何の話だ、何に関する秘密だったかもやっぱりよくわからないまま、結局この方が漏らしたとされる情報が真に秘匿されるべきものだったのかの検証が全くできないままということで、やはりこの秘密保護法の問題点、構造的な問題点っていうのも、まあ、分かりましたということだと思います。すいません、今回の法案について、まあ、こういった形で有識者会議が開かれて、で先ほど先生からまとめでまとめますけれども、情報指定、そしてこのセキュリティクリアランス調査をするということと厳罰を含む管理ということで、結局この3つから成り立っている、ということは、先ほど の特定秘密方法と全く同じ構図だということが分かると思います。なので結局このカタカナでセキュリティクリアランスって言ってるけども、なんか新しい感じになってますけど、経済情報も秘密保護法制に加えます、広く加えますと、そういう法案だということです。で、まあ、最終取りまとめでですね、特定秘密保護法がセキュリティクリアランス程度の法律だともうはっきり言ってるので、結局それを拡大するということは最終取りまとめも認めているということです。で、まあ、最終取りまとめがですね、4種類、サイバーとか規制制度関連、調査分析研究開発、国際協力関連ということでですね、なんか挙げているんですけれども、これもまあ非常にまあ広く解釈されるというか、全然こう何ですかね、縁が見えないぐらい広い話かなというふうに思います。でさらにですね、この図がすごく重要だと思います。有識者会議が挙げてたイメージ図なんですけれども、これ、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルという形で秘密を3段階、今だと非っていうだけですけれども、それを多段階化するんだっていう話をしているんですが、黄色いところが特定秘密です。それはトップシークレット、シークレット級のものをやってます。で、一部今回の青い、その今回の法出てくるであろう法案の対象になるのは特定秘密で一部被ってるんだけれども、右側、経済情報部分側として右側にこう拡大するだけではなく、コンフィデンシャル級についても処罰の対象にするってことなんです。つまり、現状で取り扱い注意とかのレベルのものも罰則付きのコンフィデンシャル情報にするんだということで、似てる意味で広がるということですね。あと、保有というけれども結局指定したら対象になりうるんじゃないかなということが書いてあります。あと、機密保護法並みの水準の罰則ということで最終取りまとめに書かれています。あと、取得行為に関してははっきり書いてなくてですね、具体的な言及があまりなくて、ただ、おそらくもう当然のように法案に書き込んでくるんじゃないかなと、取得が漏洩だけじゃなく取得も罰則を定めてくるんじゃないかなというふうに考えられます。でさらに、当然この、適正評価によるプライバシーの侵害の恐れはさらに広がるってことですね。今までの特定秘密だと国家機関で働いている方、公務員の方が大半だったわけですけれども、今度の、これだとほとんど企業側の人が大半になりますので、しかもそういう人たちってもともと別にそういうふうな調査を受けると思ってないで会社に入ってる人たちですよね。その人たちって、研究とか技術者としてやっててとかですね、なってたのが突然これを受けようとなって、それじゃあ同意取るっていうけれども、それってその事実上断れるんですか、断れないんじゃないかと、そういった問題もあり得るということがあると思います。あとはですね、ちょっとここはちょっと端折りますが、調査はですね、一元化する機関、一元化して機関が調べるということもあって、一箇所の場所がそういった情報をですね、どんどん調査でやっていくということもちょっと注意した方がいいことかなというふうに思います。で、ここは最初の方に話した話ですね、秘密保護法を改正する形で最初考えていたのが、
そう、火消しに走ってですね、これ機密保護法制の対応は考えてないって高市大臣が記者会見で言い、その後経済安保法改正再生法案という報道がありましたが、今のところ新法という法案が 最新の報道状況かなと思います。ただいずれにしても、もう機密保護法の拡大に他なりません。でしかもまあ、経済の分離化ということを狙っているとしか考えられないということで、まあ、この本質は経済安保、まあ、秘密保護法案ということで、皆様と共にですね、この反対の声を大きく上げていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。おととしの12月に経済安保推進法が閣議決定されたと同時に、精神障害福祉法も閣議決定されたんです。で、精神障害者の方たちはこれは国境兵になるとまず切り捨てられるのは自分たちだって言われたんですけど、双葉さんがその精神障害ところに書かれてたんで、ちょっとその辺を、教えていただけたらなと思うんですけど、皆さんにこう分かってもらうためにはそっちの方まで振った方がいいかなと思うんですけど。ありがとうございます。適正評価のところで、精神疾患のことについて、調べるということになっていて、しかも、本人だけじゃなく、しかも、そういった家族とかも含めて調べることにもなりかねなくて、そういった意味では非常に、そういった人への差別的な、そもそもそれを調べること自体が、それがその秘密の取り扱いとの関係があるっていうふうに言ってるに等しくて、そういった意味でも差別の表れとも言えるようなところがあると思います。なのでこの経済安保版秘密保護法でもそういうのが、セキュリティクリアランスとして盛り込まれて、そういった差別的なことも含めた形になってくるんじゃないかなというふうに危惧しています。要するに家族に精神障害の人がいるだけでですね、こういう業務から外すってことです。本人が全然問題なくても、家族にそうする精神の障害を持っている人がいたら、そこから秘密が漏洩するかもしれないっていうふうに考えています。大変な差別的な法律制度になる。はい、続きまして、はい、どうもありがとうございます。先ほどもご説明あったんですけども、最終まとめの中に、国が保有、政府が保有するのがその対象であると何度も書いて、それまで持っていた民間が持っていた情報はその対象じゃないですよみたいな文章まで入ってますよね。今のご説明ですと、保有とは指定であるという、政府の方に指定しちゃえば、それは別に保有かどうかっていう、その保有の言葉っていうのが一人歩きしそうで、政府の方は、いや政府が保有しているものだけでこんな経済界を持っているものなので一時言おうとはしないよって言われそうなんで、そうじゃなくて、あくまでもこのセキュリティ、クリアランスの問題、あるいは経済安保法制の問題は国の方がそれを特定秘密ですよみたいな形で指定してしまえば、それはやっぱり民間が今まで持つけど、それはいわゆるこの対象になってくるっていうふうに理解してほしいんでしょうか。その辺はちょっともう少しご説明いただけると。明確にですね、最後までどういうふうにするかっていうのは記述がないんですよね。ただ少なくても民間が持ってた情報を仮に政府が、機密だというふうに指定したときに、かつてその企業が持ってた機密で広がってますよね、いくつかのグループに。そこまでは書けませんよっていう話が出てたりですね、非常に微妙な話が出てるもんですから、ただあくまでもですね、民間が持ってたやつを国が指定することができるっていう、そういう文脈にはなってるんです。だからこれから出てくる法案、あるいは政令でどのように規定されるのかっていうのをかなりしっかり見てないといけないかな。その政令なんかではおそらくバブコメにかけてくるだろうと思うんですけど、ご指摘の点はすごく重要な、企業や勉強企業だけじゃなくて研究者たちもものすごく関心のあるところだと思いますので、十分な回答ではありませんけど、
僕もね、今の点がおそらく今後の国会質疑の中で最大の争点になると思います。あの要するに我々が反対することが分かっているので、もともと民間が持っているものは対象じゃないんだ、国が取得したものだよって言ってるわけで、国は要するに外に漏れたら困るものは全部持ってきて、それを指定してしまうということをすることができるわけです。だからそういう意味で、そこの部分が具体的にどういう運用になるか、最後まで明らかにしないかもしれませんけれども、そこが今後の国会の重大な質疑の争点になると思います。ご指摘ありがとうございます。先ほどの質問と関連するんですが、要するに僕は最終取りまとめ案を読んでいて、もうこれ、もうすごい違和感を感じたんです。で、どういうことかというと、経団の推進法では、4つの柱を打ち立てているわけですよね。特定重要都市の安定的供給に、インフラの問題とか、4つの柱があるわけですけれども、それは基本的に政府が持っている情報ではなくて、やっぱり民間が持っているそこに関わる情報だと思うんですよ。でそういった意味では、その最終まとめなんで、その民間が保有する情報は最初ではないでしょうというふうに言ってるのも、これはもう明白な嘘であって出たのというふうに私は思えないんですね。そういう点では、さっき会合を弁護士が言ってましたけれども、この点が今後のその国会における議論の最大の争点になるのではないかというふうに私も思ってますので、ぜひその点を徹底的に追及するという方向でやっていただければよろしいと思います。以上です。今の通りなんですけどね、よく考えてもらえば分かるんだけれども、インフラ企業からですね、そのシステムがその中国系のものを使ってないかどうか その計画書を全部出させて、それを審査するわけですね。だからその企業 の IT システムの全てのデータは国に出させてるわけです。でそれを秘密にするってことですね。で、例えば、重要な物資、レアアースとかそういうものについてどこからどういうふうに調達しているのかも、それも国にその報告しなければいけないことになったわけです。だから それ報告してきたものを秘密にするわけです。だから国が持っているものだけだって言ってるんだけど、そういうデータを全て国に出せっていう制度を経済安保法の中でもすでに作ってるわけだから、そして国に提出されたものを秘密にするっていうだけで完全な秘密対象ができるってことなんですね。それは分かりやすいことなんだけれども、これだけ読んだ人は、元から国が持っているものだけが対象なのかと思うけれども、経済安保法でそういう仕組みを常に作ってるっていうことで、ね、まあ、隠してる、確かにそこがすごく重要なポイントだと思うので、いろんな機会に皆さんからも楽しみ、市民の方がおそらくこれから政府今の件を大宣伝すると思う。我々反対って言ってるけれども、国がもともと持ってるものだけだっていうふうに言うと思うんだけれども、それは経済安保法の仕組みの中で重要情報は全部国が吸い上げる仕組みがすでにビルトインされてしまってる。その中で国が持ってるものを秘密指定するという形になるんだということを分かっていただければと思います。少しだけ補足すると、はっきりとそのこの、有識者会議の中で、その政府が民間事業者から提供を受けて保有するに至った情報についてと秘密指定すること自体は妨げるものではないってことが書いてありますし、でしかも、まあ、なんか第7回会議かな、ちょっと22シートのところにちょっと書いてたんですけども、民間企業から政府に共有されて何らかの付加価値がついた場合には対象となり得るみたいな、いや変な言い回しをしてます。こういう形で結局出させて、なんかこれ、まあ、出させて、なんか何らかの情報と見つけて、これ付加価値ありってことでやってくるっていうことが十分考えられるので、この政府が鍵括弧保有というのはかなりまあ、ダウトというかですね、結局それで出させるんでしょうと民間側に、でそれに保有に至ったということを言ってくる可能性が高いということで、非常に警戒した方がいいところだと思います。はい、ありがとうございます。すみません、時間なのでこちらで質問は終了させていただきたいと思います。で本日参加された方、55名ですね、はい、参加していただきましてありがとうございました。
はい、あと会場にですね、令和新選組の衆議院議員串口麻里さんの政策秘書の方、そして立憲民主党の衆議院議員阿部智子さんの政策秘書の方もお見えになりました。党派を超えて、この法案みんなで一緒に考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、